2005年5月23日のリニックスタグにおけるマティアス・エトリッヒ。マティアス・エトリッヒは南ドイツビーティヒハイムビッシンゲン出身のコンピュータ、科学者であり、KDE やリックスプロジェクトへの貢献で知られている。エトリッヒは、チュービンゲン大学のビルヘルムシッカートインスティチュート、法コンピューターサイエンスで、コンピュータ科学の理学修士号のために学んだ。 エトリッヒは現在ドイツのベルリンに住んでいる。キューティングラフィカルウィジェットツールキットと開発チームの責任を負ってトロールテックでソフトウェア開発の責任者として働いている。エトリッヒはもともと大学の楽器プロジェクトとして考えられたリックスプロジェクトを1995年に設立し推進したリックスはレイテックスのグラフィカルフロントエンドであるリックスの 主な対象プラットフォームは Linux だったので、エトリッヒはグラフィカルユーザーインターフェースを改善することなる方法を探求し始め、それが結局 KDE プロジェクトに至ることになった。エトリッヒは1996年に KDE を設立し、その時、ウィジェットツールキットとして、QT を使った UNIX 系システム向けの一貫性のある 見栄えの良いフリーなデスクトップ環境をユースネット上で提案した。ありがとうございます。